どうしてくれるんだ。俺の弟は腕の骨を折られたんだぞ。子供だけじゃない、大人だってお前のところのガキに怪我させられた。さっさとあの化け物をドールから追い出せ。不満そうだね。何をぶつくれてんの？子供同士の遊びの事故だ。あんたも謝った。すぐに許してくれるさ。怪我はすぐに治るよ。骨は一度折れた方が頑丈になるしね。あんたも手加減を覚えられたし、よかったね。まだ何か不満？それが、あんたがぶすくれてる理由？相手が弱いから怒っているの？違うでしょ、オーロン。ね、こっちを見て。あんたが一番許せないのは、相手の子供たちじゃない。怪我をさせちゃった自分に対してだろ？あんたは手加減する努力をしていたんだろ？本気を出したら、腕の骨で済むはずない。酔っ払いのじいさんに剣法を習っているのだって、自分の力の扱い方を覚えたいからでしょ？あんたの親なんだから当然だろ。あの人たちだって身内を傷つけられたんだ。その怒りは誰かが受け止めてあげないとね。どんな時も何があっても他者に怒りを向けない。本当にそっくりだね、あんたは。あんたが生まれた後に死んじゃった父さんに。さ。どうしてお袋のことを思い出した？いや、当然か。あんなもの見たらな。アストリアが通信機で大陸全土に発信した情報、あの塔から発せられる気配がカオスの力ってやつか。俺の親父、お袋と出会った理由か。何よりあの塔から溢れる存在感、無関係と片付けるには無理があるか。それに、また光り上がった。あそこは、確か、ウーリン山か。禁足地とされている山。塔から漏れる力を抑えるような意志を感じる。何かあるのか、あの山に。旅路の一族っていうのはね、旅で生まれて旅に死ぬ者一族。私はその一族の出身なんだ。西は神宿りの森から、東は新大陸、北はエアリアから、南はフロンティアまで。風に吹かれて、波に揺られて、旅に生きる。同じ場所に半年といない、世話しない一族。自分がどこで生まれたかも知らないしね。ドールにも当然長居するはずじゃなかった。
神仙が住む神山っていうのを見たかったんだ。子供の頃から好奇心には勝てない性格でさ、一族から離れて行動したのがまずかったんだよね。いや、あの場合は良かったってことかな。やあ！もう勘弁してよ。神山ってもっとこう静かで穏やかな雰囲気じゃないの？血は怪我するし、モンスターには襲われるし、こんなに騒がしいところだと思わなかった。もう、しつこいな。あちゃ、いよいよ囲まれちゃった。さすがにまずいかも。この山、禁忌の山って呼ばれてたくらいだし、誰かが助けに来てくれるなんて、都合のいいことは起きないよね。しくじっちゃったな。山になんて登るんじゃなかった。モンスターが止まった。何かに怯えるみたいに。何これ、背中に感じる強い気配。モンスターよりずっと強い存在感。これってまさか幻獣？振り返ったそこにいたのがあんたの父さん。それが初めての出会いだったの。ああ、そうかよ。かっこよかったな。群がるモンスターをちぎっては投げ、ちぎっては投げ。旅は長かったけど、人の形をした竜と出会ったのは初めてだったな。もっと真剣に聞いておけばよかったが。いや、両親の馴れ初めなんぞ聞きたくねえしな。ウーリン山、光っていたのはこの辺りか。この山入るのは初めてだな。あ、うん、私が見えるのですね。ああ、お前は木のせいか何かが？私はシェン。このウーリン山の化身です。あなたがオーロンですね。ドールの人々に慕われる革命家。はっ、山の化身ってのは属性に詳しいんだな。ああ、俺が革命軍の竜だ。あなたは竜ではありません。ああ。ドールの竜は、民がすがる最後の希望。民意により出現する、随章の化身。この地には、500年前を最後に現れていません。出会うなり人を偽物呼ばわりかよ。ドールの竜は、一つの時代に一頭です。その命果ててより時を経て、流星と共に、この地に生まれ落ちてきました。その周期はおよそ500年。前回生まれた竜が存命の今は、まだ生まれようがないのです。すなわち、ドールのオーロン。あなたは竜足りえないのです。こちとら国内外に竜だと喧伝して回っているんだがな。それより、竜がまだ生きている。おい、そいつはまさか俺の。竜は一時代に一頭。そのはずでした。500年前に誕生した竜。それはかつては、ありえなかった不測の事態だったのです。不測の事態？ 500 年前に生まれた竜は双子でした。
日輪のごとき白き竜と、宵闇のごとき黒き竜。ああ?竜が二頭同時代に現れたってのか?はい。ドールの民の希望。二頭の竜は、共に天をいただかず、互いをはみ、傷つけ合い、戦い続ける。今もなお、その因縁は続いています。現代の竜を名乗る者よ。あなたが誰かをも、私は知っています。お前は何者だ?私はドール、ウーリン山の化身。この国の歴史を、この地に生まれる竜の顛末を知る者。聞きますか?この地に生まれた、蒼竜の物語を。聞かせろ。わかりました。語りましょう。あなたへと連なる、竜の系譜を。獣風情の爪で俺の皮膚を傷つけることはできん。奴らを放置すれば俺の食料にも影響がある。それは捨ておけんからな。痩せた野菜はいらんぞ。食い手がないからな。腹を満たすなら獣を狩る。甘くてうまい果物なら食ってやろう。ああ、あと例の飲み物だ。あれはうまかった。ん?よろしく頼むぞ。俺は別に。ん?おい、その笑いはどういうつもり?貴様、今弟を笑ったのか?次は許さんぞ。兄者、そんなに怒らないでくれよ。お前が侮られてどうする。我らは人間たちよりはるかに優れた種族なのだぞ。そんな風には思えないよ。俺はやっぱり怖い。人間は俺たちと姿は同じ。言葉も通じるけど、彼らは俺たちより多くのことを考える。それに呪い。勢い余って人間を負傷させたことがあったな。まだ悩んでいたのか。情けない。人間の長所は数だ。一匹や二匹、モンスターや幻獣に襲われればすぐに死ぬが、その分いくらでも増えることができる。お前の器具は足元の砂利を気にして歩くことと同義。ともすれば、お前の人間への態度は我らへの恐れを損なうものだ。俺たちは竜だ。そしてお前は俺の弟だ。弱き者どもにお前が笑われるのは我慢がならん。兄者、
さて、支度をしろ。シェンの元に行くぞ。兄者だけで行った方が。お前はそうやって遠慮ばかりしているからダメなのだ。いいから立て。いや、兄者、この場合はそうじゃなくて。バイロン、ヘイロン、会いに来てくれたのね。今日は山を荒らす獣どもを退治してきたぞ。多少暴れたが、大事ないか、シェン。私はこの山の化身だけど、山肌が削れたり、木が倒されたくらいでは平気よ、バイロン。あなたが本気で暴れて山が削れたりしたら、それどころじゃないけどね。うっかり力を出しすぎないように気をつけねばな。ドールは今日も平和ね。厳重な襲来があった時も、あなたたちが守ってくれたもの。厳重など物の数ではない。ま、働いているのは俺ばかりだがな。そんなこと言わないで、バイロン。ヘイロンは、優しいだけなんだから。俺の弟とは思えん頼りなさだな。腹が減ったな。鹿でも飼ってこよう。もう、バイロンってば。ヘイロンの優しさが少しでもあればいいのに。ありがとう、シェン。ヘイロンには、バイロンの尊大さが少しだけあればいいのにね。少しくらい言い返したらいいのに。いいんだ、兄者には感謝しているから。俺が弱いから、兄者はああして強くならなければいけなかったんだ。バイロンが偉そうなのは元々の性格もあると思うけど。シェンが教えてくれたドールの竜はこの地に生きる命を守る存在なんだろう。兄者はまさしく竜だ。時代を経て竜は何度もこの地に降り立ったわ。バイロンほど偉そうな竜はいなかったけど。アニジャは強い。ドールにはアニジャがいれば十分だ。どうして俺は生まれたんだろう。一つの時代に竜は一頭。あの時竜星が二つドールの地に落ちた。どうしてあなたたちが総竜として生まれたのかは私にもわからない。でもヘイロンとバイロンが並び立ってこの時代に生まれたことにはきっと意味があると思う。ヘイロンにも、もちろんバイロンにだって足りない部分があるから、それを補うためにもね。ヘイロン、シェーン、鹿を捕まえたぞ。8匹だ。焼いて食おう。私はそんなに食べれません。ねえ、バイロン。モンスターや幻獣を追い払ってくれてとてもありがたいけど、山の生態系のことも考えてね。細かいことはわからん。だが、ドールの竜は弱き者を守る存在なのだろう。そうだけど。安心しろ、シェン。生態系のことはわからんが、お前のことは俺が守る。シェンを傷つける者は許せんからな。もう。シェン、何を赤くなっている。そんなに怒るな。怒ってません。ならばなぜ目をそらす。こっちを向け、シェン。穏やかで心地のいい風が吹いている。アニジャとシェンを見ていると温かな気持ちになる。いいな、好きだな、この空気。生まれた理由がこの穏やかな空気を味わうために。そんな理由でもいいのかもしれないな。
あれは、ヘイロン？どうしよう。どうしよう。ヘイロン？何をしているの？あ、シン。実は。さすがはドール職人の仕事だ。見事な宝石細工だな。これももらっていくぞ。ああ、お前たちが作る武器を金に変えてやっているのは誰だと思っているんだ？代金分の納品ができなければ他のものを代用するしかあるまい。ほほっと、ここにもあったか。こいつももらっていこう。おいおい、商売をしたことがない人間はこれだから困る。大陸の各地ではドールより優れた武器も見つかっている。供給過多になれば品物の値段が下がるのは当然だろう。作るだけでは役には立たん。価値が下がってきたお前たちの武器を富に変えてこの土地に還元できているのは我々の努力の成果なのだぞ。なんてな。ドールより優れた武器などこの大陸にはないがな。世間を知らない田舎の職人ほど騙しやすいものはない。困っているようなんだけど、暴力を受けているわけじゃないんだ。どうしよう、シュン。兄者を呼んだ方がいいかな。バイロンは人間からもらったお酒で眠っているわ。ヘイロン、あなたが助けたら？俺は。ほう？こいつもなかなかの出来だな。彼、あなたのことを笑っていた人ね。暴力を受けているわけじゃないんだし、少しひどい目にあってもいいかもしれないわ。食われるわけじゃないし、傷つけられてもいない。それでも、奪われるのは辛いよ。でも、俺が力を使うと。優しいのね、ヘイロン。あなたには、他者を思いやれる心がある。歴代の竜が持っていた大切な優しさ。あなたならきっと大丈夫。あなたの意志に、バイロンは関係ないわ。まだまだ足りないな。そういえば、お前の村にはなかなか器量のいい娘がいたな。私の屋敷で働かせてやろうか。なんだお前は。命を奪うことは生きるためだ。動物を食って生きるために殺す。でも必要もないのに奪うのは良くない。どこの若造か知らんが、ドールの人間が意見できると思っているのか。うわあ、化け物。やってしまった。死ぬことはないと思うけど、俺はまた暴力を。感謝されるようなことじゃない。俺は自分の力もうまく扱えない。今も死人が出なかったからよかったものの。力を制御して正しいことに使えば、人間に怖がられることもないのか。
甘いやつだ。見せしめに一人か二人殺してしまえばいいものを。もう過激なことばかり言わないで。ヘイロンはあれでいいの。人間との距離感を測れずにいたけど、あの子は優しいもの。それはきっとドールの人たちに伝わるわ。モンスターや幻獣、ドールの人間どもを苦しめる存在は多かったが、同じ人間に苦しめられているとはな。あれはギルサニアの人間ね。ドールはかつてゾラという大国に支配されていたわ。大陸にギルサニア帝国という国ができてからは解放されていたんだけど、鉱物も技術もドールは大陸随一だからこそ周囲に狙われることが多いの。同族を支配して何が楽しいのか。力なきゆえに群れなければならないとは愚かな生き物よな。竜は一種それぞれが強烈な子を持つ。人間の考え方を理解するのは難しいかもね、バイロン。竜も人も数千年経っても本質は変わらない。そういうものなのかもしれないわね。はあ、愚かしい。が、それゆえ守ってやらねばならんな。ええ、そう、ね。人間は弱いから。シュン、大丈夫か？力が少し弱まっているぞ。うん、心配ないわ。少し気分が悪いだけ。シェンはドールから、この山から出たいと思ったことはないのか？私はこの山で生まれた精霊よ。悠久の時と、ドールの山々に漂う魔力が生み出した、ウーリン山の化身。この山から離れることはできないの。西の神宿りの森と呼ばれる大きな森にも、私のような存在がいるみたい。不便なものだな。同じ景色ばかり見ていたら飽きるだろう。そうだ、山に縛られているならこの山を破壊したらどうだ。シェンも自由になれるだろう。兄じゃ。あなただったらそれも簡単でしょうけど、この山がなくなったら私も消えてしまうわ。ドールの山々に漂う魔力と、ドールに生きる人々の思いで私は生まれたの。だからね。お兄者、ここは人間たちが開いた鉱山だ。鉱山？このところ、シェンの力が弱っているのを感じるだろう。ヘイロン。覚えているだろう。自然が減ったり、山を愛する人間がいなくなると、シェンの存在は消える。うん、シェンはドールの人間たちに多くの実りを与えている。シェンへの感謝を忘れる人間など、ドールにはいない。問題は自然だ。近頃、俺たちのねぐらにまで響いてくる、山を削る音。あれは鉱石を掘る音だ。鉱石、人間にとって価値のある石だな。これまでは問題なかったのだ。ドールの人間は必要な時に必要な分だけ鉱石を掘る。自然が削れたものを補い、元に戻ろうとする力は生半可なものではない。だが、ギルサニアとかいう連中が、ウーリン山から大量の鉱石を取り出そうと山を傷つけている。ギルサニアの人間が。そうだ、シェンを守るために連中を追い出すぞ。待ってくれ兄者。人の営みの邪魔をしないとシェンと約束したじゃないか。シェンも人の行いに対して干渉をしてこなかった。
エイロン、お前はシェンを見て何も感じないのか。気丈に振る舞っているが、日々弱まっていく。わずかずつではあるが確実にだ。あれを目の当たりにしては、俺はいても立ってもいられん。それは、そうだけど。そもそも山を削っているのはギルサニアの人間。ドールとは関係ない。俺は優先すべきものを守るだけだ。シェンは俺たちに多くを教えてくれた。俺にとっては、お前と並ぶくらい大切な存在だ。何を不安そうな顔をしている、ヘイロン。人間などいくら集まろうと、我々の皮膚に傷をつけることすらできん。ドールには、ウーリン山を守る竜がいるということを、ギルサニアの人間に知らしめてやろうではないか。あれはこの間の、引け！引くのだ！見たか、弟よ。数を揃えようが、少し脅してやればこの通りだ。傷ついた山肌も、これ以上荒らされることがなければ、じきに回復するだろう。おお、お前たちも見ていたのか。ギルサニアの連中は追い払ったぞ。なるほどな。そちらにも連中はいるのか。すぐに追い払ってやろう。何？お前たちは心配するな。酒と食料を用意して待っているがいい。何を言っている？別れというのはどういう意味だ？俺に対して何を別れというのだ？よせ、兄者。みんなはギルサニアの規則に脅されているんだ。脅されているだと？それがどうした？シェンは山が削られていることで力をどんどん失っているのだぞ。山が苦しんでいる。鉱石の乱獲によって痛みを感じているのだ。シェンに生かされてきたお前たちがシェンを傷つけていいと思っているのか。シェン？兄者、彼らにはシェンを見ることができない。見ることができずともわかるだろう。貴様ら、やめてくれ。兄者、彼らを傷つけるのはダメだ。シェンが悲しむ。ありがとう、アイロン。私のために怒ってくれて。人間たちは、私の姿を見ることはないし、私の声を聞くこともない。あなたたちがいなければ、私は本来なら存在しないのと同じなの。何をバカなことを。お前はなくてはならない存在だ。空気を浄化し、多くの命を育み、見守っているんだぞ。何よりお前は、俺たちにドールを守る使命を教えてくれたではないか。人間どもはなぜ、それがわからんのだ。そう思えるのは、あなたたちが俯瞰した視界でこの世界を見ているからよ、バイロン。地を行く命たちは、自分たちの営みをなすだけで精一杯なの。他者を顧みる余裕なんてない。でも、私はそれでいいと思っている。
と数百年もすれば、山への心は失われてしまうかもしれない。少し寂しいけれど、永久に留まれる存在なんてないもの。このドールで生きる命は、すべて私の家族。家族のために必要なことなら、私は平気よ。俺は誓ったのだ。お前を必ず守ると。この国の人間どもが他国に虐げられているのならば、その貴族とやらを倒せばいいだけの話だろ。兄者、それは無理だ。モンスターや幻獣ならば倒して終わりだ。だが、人間たちは強い。エイロン、お前はまた！力を持つ人間もまた増えている。そんな人間が10や100じゃない。その数十倍、数百倍の数いるんだ。兄者なら貴族たちを全滅できる。でも、その先に待っているのは国との戦いだ。国と国との争いは土地を巻き込む。そうすれば、ドールの血が、シェンが傷つく。俺は、竜だぞ。人間を守り、ドールを守るはずなのに、俺は、お前を守ることすらできんのか。普段はいたけだかな物言いなのに、子供みたいに純粋なんだから。あなたがこうして怒ってくれるだけで私は十分。ありがとう、アイロン。俺が竜である理由は、人間を守る理由はどこにあるというのだ。アニジェが追い返してもすぐに別の鉱山に現れ、アニジェがいない隙をついて鉱石を秘密裏に採取していく、というわけか。姑息な方法だけど、アニジェを敵に回すことの危険をよくわかっているんだ。やはり人間は怖い。以前と変わらないといえば変わらないよ。獣や幻獣からドールを守っている。不機嫌を隠そうともしないけど、兄者には到底及ばないけどね。行動の話だが、行動同士をつなぐなんて真似はギルサニア帝国の人間ができるのか。そうか、それではやはりわずかずつだけど、シェンの力は失われている。それだけでもアニジャには辛いことなのに。この気配は、アニジャが怒っている。アニジャ、まさか。
様らどういうつもりだ。この行動で鉱石を掘っているのはギルサニアの人間ではない、ドールの民ではないか。貴様らは我々に守られながら姑息なギルサニアの手足になって山を傷つけるのか。兄者、やめてくれ。エイロン、貴様、知っていたのか。人間どもが俺たちに媚びへつらいながら陰で姑息な真似をしていたのを知っていたのか。ギルサニアが欲しているものを手に入れるためにドールの人間を利用するのは当然だ。ドールの人間は心から素直に従っているわけじゃない。家族がギルサニア帝国の貴族のもとに人質に取られているんだ。それがどうした。シャンを裏切り傷つける者を許すことはできん。この行動の人間どもは全て裁きにかける。兄者、そこをどけ、ヘイロン。どけというのが聞こえんか、ウテガ。お前が俺にかなうはずもあるまい。なぜこの裏切り者どもを守る、エイロン。シェンはドールに生きる全てを家族と呼んだ。山に咲く草花や鉱石のことも、人間たちのことも、俺のことも、もちろん兄者のこともだ。そんな家族が傷つけ合うことをシェンはどう思う。ギルサニアの貴族はアニジャがドールを守る竜であることを知ったんだ。アニジャがドールの民に手を出せないことを分かった上でこうしたんだ。ドールの民を人質にとって俺たちに手出しをさせないようにした。聞いた通りだな。やはり竜はドールの人間に手出しができないと見える。鉱石の採掘を邪魔されるのは尺だが、扱いを覚えれば楽な相手よ。ふん、酒か。この大量の酒は奴が飲むものなのか。竜とは胃袋も丈夫なのだな。これだけ強い酒を浴びるように飲んで平気とは呆れる。これでよし。おい、兵を秘密裏に集めろ。手だれで構成した隊を結成するのだ。化け物退治を実現してやろう。何があったんだ。